ユーロ24のグループステージが始まります。大事な初戦も制するのはどちらのチームになるでしょうか。サッカーファンの皆さん、こんにちは。ホルクスパルクスタディオンへようこそ。大勢のサポーターの熱気の中からサッカー中継をお送りします。実況は私、西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ご覧いただくのはUEFAユーロ2024グループステージの1戦目。特別な試合になりそうですね。グループステージを勝ち抜くにはここも大事な一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。マイナスのクロスボール入った、ゴール。試合開始から間を置かずスコアが動きました。さあ、映像が来ました。この折り返しが素晴らしかったです。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。マルセル・ザビッツァ、ここでうまく対処します。スリッシュ、ザレフスキー、ボールが相手に渡りました。グレゴリッチ、ジェリンスキー、ピオトル・ジェリンスキー、相手を抜いてきた。ここはシュートチャンス、きた、ゴール、決まりました。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。そしてこの強烈なフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわして決めました。このあたりはさすがとしか言いようがありません。ザイバルト、ドリブルで進んでいます。まずは1点返したい。これはオフサイドですか。副審が旗を上げました。惜しかったですね。タイミングはバッチリに見えたんですが、副審はよく見ていました。キーパーが蹴ったボールはそのままピッチの外へ。スローインになります。ザビッツァ、ボールは相手に渡りました。ザレフスキー、レバンドフスキー、ボールを運んでいます。中にクロスが入った。前に出しましたが気を抜けません。シュートを狙う。おっと、ここはキーパーがセーブします。ザビッツァ、うまくインターセプトしました。ピオトル・ジェリンスキー、
シフィデルスキー、レバンドフスキーへ、ジエリンスキー、観客の期待が高まる、来た、ポストに当たった、ここは押し出します。スリシュ、さあポーランドが仕掛けていこうかという場面、これはいいパスだ、セーブした、キーパーのナイスプレステファン・ポッシュ、グレゴリッチ、タックルで止めに来た、バームガルトナー、ダイマー、いいところを見ていました。面白い状況でしたが、ここまで。さあカウンターのチャンス、カウンターを仕掛けましたがうまくいきません。ミヒャエル・グレゴリッチュ、危ない場面でしたがシュートは打たせない、タックルが決まっています。ジェリンスキー、ここでフランコスキー、フランコスキー、ジエリンスキー、いいボールが出ました、おっと決まった、さらに追加点、これで3点差です。必要なマークを何とか外してボールをゴールに進めました。最後まで冷静でしたね。ステファン・ポッシュ、バームガルトナー、ザイバルト、ジエリンスキーのタックル、うまくダッシュしました。ザレフスキー、ここでラインを割ってゴールキックに変わります。ただいまのシュートが決まったシーンです。バームガルトナー、ザイバルト、ドリブルで持ち込んでいます。チャンスになります。ここはサイドのスペースを攻め上がります。これはチャンス、キーパーがゴールを守ります。これはファインセーブ。ジエリンスキー、攻撃はここで止められます。カウンターのチャンス、仕留められるか。
マルセル・ザビッツァー、グレゴリッチュ、コンラッド・ライマー、ここはシュートチャンス、ゴールが決まった。これはゴールの上を狙ったんでしょうか。クロスバーのギリギリ下のコースに決まりました。ダビドビッチ、ザレフスキー、ファールをここで取ります。流しかけましたがプレーはここで止まります。レフェリーカードは出しません。注意で済みました。お互いヒートアップしてきてますね。気は抜けない展開です。ここで抜きました。スペースへのボール、狙いは良かったんですがカットされてしまいました。カウンターを狙います。上がっていけるか。バームガルトナー奪った。一転してチャンスだ。絶妙なところに出した。ここは味方を使います。さあ打った。ひとまず前に出しました。これは先ほどの怪我の影響でしょうか。バームガルトナー、ザビッツァーに渡った。バームガルトナー、敵陣へボールを運ぶ。クロスを中央に入れた。ここは大きくクリアしました。ではゴールシーンです。ボールが中央へ向かう。これを止める。いいヘディングでしたがここはキーパーが一枚上手でした。今度はボールを変えてきますでしょうか。えぐって折り返す形のクロス、やりました。クリアすべきでしょう。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。バームガルトナー、フランコスキー、ここでベドナレク。前半はここまでですね。ハーフタイムです。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。
2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。チャンスを生かしたい。前方に運びました。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。ライマー、ボールがアタッキングサードへ。ここから組み立てていきます。追い上げなるか。お手本のようなタックル、ボールを奪取しました。ザレフスキー、よく見えています。レバンドフスキー、決まるか。止めた。キーパーのスーパーセーブ。ディフェンスボールを奪います。バームガルトナー、ここでバームガルトナー、バームガルトナーからの絶妙なスルーパス、決まった。ゴール。あれだけ開いた点差もこれでついに1点差です。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。シフィデルスキー、スリシュ、ピオトル・ジエリンスキー。さあここからの展開に注目です。ディフェンスの見事なブロック、コーナーになりました。追加点のチャンスです。ボールを入れました。ディフェンダーがクリアしました。前を向いてボールを運んでいきます。これはカードをもらっても仕方ありません。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。奥に入れてきました。これはキーパーが読んでいました。ナイスセーブでしょう。マルセル・ザビッツァ、これはサイドを上がれそうです。決まった。同点。最大3点差が開いた不利な状況から、これでついに追いつきました。あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが、問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。こうなったら逆転まで行くしかないでしょう。スタンドからは歓声とため息がこだまします。ザレフスキー、キビオル、ナイスタックルでしたが、相手ボールのスローインです。ザレフスキー、ジエリンスキーに渡った。しっかりキープします。ダイマー、試合終了まであと30分あります。
コンラッド・ライマー。攻撃はここで止められます。シュヒデルスキードリブルで進みます。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。一旦クリアしましたね。ディフェンダーをうまくかわした。レバンドフスキーへ。ボールは相手に渡りました。深い位置でのチェック。ミハエル・グレゴリッチ。クロスが入りました。気は抜けない展開です。ここでインターセプト。ナイスカットです。ザレフスキー。ここでフランコフスキー。プレッシャーにも負けずボールを守っています。ボールを狙ったタックル。先ほどのタックルの痛みがまだありそうですね。ライマー。さあスタジアムのテンションが上がります。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。試合終了まであと20分あります。レバンドフスキー、いいスペースにボールを出しました。レバンドフスキー、相手の位置を確認しています。決まった。これで再びリードします。あれだけ長い間ペナルティーエリアでボールを持たれれば決められちゃいますよね。本来はもっと厳しくチェックに行っておくべき場面でした。ディフェンスの連携を見直した方がいいんじゃないでしょうか。ポッシュ。ザイバルト。バームガルトナー。ゴール前に入ってきました。ボールをカット。ヤン・ベドナレク。スリッシュ。ドリブルで敵陣へ持ち込む。カウンターも狙えます。カウンターアタックが終わっていません。絶好のチャンス。ゴール、ゴール。失点の直後に同点に追いつきました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。試合は振り出しに戻りました。ダビドビッチ。
前へ前へと進んでいきます。ここからゴールまでつなげられるのか。コンラッド・ライマー、このシュートはうまくブロックしました。ボールをクリアしました。ここはしっかりとボールをキープ。ディフェンスが冷静に対応。フランコスキー、レフェリーがアドバンテージを示します。ポーランドは活かせるでしょうか。よく見ていました。レバンドフスキーへ。ジエリンスキー、ボールを取り返します。相手の動きを読んでいました。ダビドビッチ、この攻撃をゴールに結びつけられれば勝ち越しです。試合終盤ですから大事にいきたいですね。強い当たりだ。体を張ってボールをキープしています。スリシ、ザレフスキー、レバンドフスキー、クロスはファーポスト側へ。かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎきりました。レバンドフスキー、ジエリンスキー、レバンドフスキーが持ちます。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。スリシュ、これは強い。ボールをしっかりキープ。時間がない中、これが最後の攻撃になるかもしれません。ゴールを決めれば勝ち越しです。タックルで危機を出しました。さあ一気に仕掛けるか。素晴らしいスルーパス。シュートを狙う。ディフェンスが体に当てています。残り時間も少ない中、見事な勝ち越しゴール。大変な喜びようですね。正直このまま終わると思っていました。これは冷静に決めてきました。キーパーがいませんでしたからね。チャンスを見逃しませんでした。試合終了のホイッスル。この一戦はホームチームの敗北という結果に終わりました。あと1点だったんですが、少し力が及びませんでした。